新潟大塚養鯉場さんの単調銀リンゴ式2歳オスメス不明で42センチです。こちらちょっと調べましたがオスメスがはっきりしませんでしたので、不明とさせていただきました。雰囲気的にはメスっぽいんですけどね、追い星もなくザラもない、丸みのある体型ですのでメスっぽいと思うんですけども、ちょっと曖昧でしたので不明とさせていただきます。でだいぶこちら黒くなってきました。後半の方ちょっと白い部分があってですね、模様になっててちょっと変わった単調五色に完成しそうな感じですね。もっと黒くなって白い部分は白くなるとおしゃれな変わった単調五色ができそうです。単調ということで、タンはモンマルのタン、しっかりとしたタン、緩みのなくバッチリとした理想的なタンですね。問題ございません。後半この辺がなんか白くなってますので、これが将来模様になってくるとですね、松川化けみたいな、ハジロみたいに変わり物になってくるといいですね。はい、タンは綺麗なタン、一つもシミがないです。この辺ですね、なんかお腹の方が白いのでハジロみたいな感じになるのかもしれませんね。はい、ちょっと五色とはちょっと雰囲気が違うです。お腹真っ白です。はい、将来は変わった単調の銀鱗五色が完成しそうですね。大塚さんの銀鱗単調五色2歳です。よろしくお願いいたします。